絶体絶命のピンチ？籠城戦で勝利した武将たち。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、籠城戦で勝利した武将たちについて紹介していこうと思います。城にこもって戦う籠城戦とは、いわば援軍があってこそ成り立つもの。例えば長篠城や能登、末盛城、あるいは吉田郡山城など、外部からの救援があったおかげで落城を免れています。ところが戦国時代にはほぼ独力で敵を退けた城と武将がいました。レアケースとはいえ、城の堅固ぶりと武将の才能がうまく融合した事例と言えるでしょう。そこで今回は籠城戦で見事に勝利した武将をご紹介していきたいと思います。あの上杉謙信を見事に翻弄した名軍師、碓井城と白井城さん。千葉県佐倉市にある碓井城跡、現在は公園として整備されていて、戦国時代の遺構も見学できる場所ですが、かつて上杉謙信の大軍によって攻められました。これを迎え撃ったのが城主原種貞の軍師だったという白井入道城さんです。永禄9年1566年、上杉謙信が越後から三国峠を越えて関東へ乱入してきます。目的は無論北条氏の討伐でした。関東諸将の多くが謙信に味方する中、碓井城は北条氏の傘下にあったこともあり、これに抵抗する構えを見せました。近隣の織田城は陥落し、上杉軍1万5000が碓井城へと迫ります。その戦力差はおよそ10倍。誰もがあっという間に攻め落とされると思っていました。なぜなら種貞が北条氏に援軍を求めたところ、北条氏康は里見氏との戦いでそれどころではありません。わずかな軍勢しか送ってくれなかったからです。それでも250を率いてやってきたのが松田康里というものでした。若いが勇気もあり、決断力に優れた人物です。こうして碓井城には2000足らずが籠城しましたが、上杉軍によって包囲された碓井城は凄まじい攻撃を受けました。早くも外郭は破られ、主要部の堀を残すのみとなっています。このままでは数日のうちに落城するでしょう。ここで軍師白井城さんが動くのです。彼は千葉市の所流に生まれ、千葉市嫡流3代にわたって仕えてきました。また三好三人衆の一人、三好長安の軍師を務めたこともあったそうです。城さんは主角に追い詰められた兵たちを前にこう言い放ちました。敵は大軍で向かってきたが、これを恐れるべきではない。敵陣の上に立つ気はいずれも殺気は多いが、いずれ消え去ることだろう。しかし味方の陣中に立つ気は奮い立っている。敵の敗軍は疑いなかろう。軍師とは吉凶を占い、兵の士気を高める役割もありますから、城さんの言葉には説得力がありました。兵たちはにわかに活気づき、士気は天をつくばかりとなります。やがて謙信は、これほどの古城、何ほどのことがあろうか、攻めに攻めてもみ落とせ、と総攻撃を命じます。しかし、ここからが城さんの真骨頂でした。敵が寄せてくると、城門をいきなり開け放ち、全将兵を出撃させました。勝ち誇る敵には、恐怖を与えることが一番、城さんはそう考えたのです。まさか城兵が打って出るとは思わなかった上杉軍は混乱し、同士打ちまで始める始末。一丸となった城兵に突き崩されていきます。特に松田康里の働きは凄まじく、敵陣に穴を開けつつ、謙信の本陣へ迫っていきました。真っ赤な甲冑を着込み、阿修羅のごとく荒れ狂う康里は、赤鬼という異名を取ったそうです。この戦いで惨敗を喫した謙信ですが、まだ諦めたわけではありません。万全を尽くして敵の攻撃に備えました。そして翌日、またしても城から撃って出てくるかと思いきや、なぜか城は静まり返るばかり。
謙信はそばにいた雲野隼人になぜだと尋ねました。すると雲野は、今日は旋回でございます、すなわち先に動けば敗れるという日、敵には白井城さんがおりますゆえ、おそらくその指図でございましょうと答えます。なんとも小尺な、こちらから揉みつぶせ。苛立った謙信は全軍に総攻撃を命じました。前方の長尾明長が王庭迫って城壁を乗り越えようとしたところ、思わぬ異変が起こります。なんと城方が城壁を向こうへ押し倒し、上杉の兵数百を一瞬で葬ったのです。損害の多さに驚いた謙信は、こんなところで無駄に兵を死なせたくはないとして全軍に撤退を命じますが、城さんはどこまでも策士でした。後期と見るや城から出撃して上杉軍の背後を襲い、またしても大勝利を収めてみせたのです。この時上杉軍の戦死者は5000を超えたとも。この戦いは無敵を誇った上杉謙信が唯一敗れた合戦とされています。押し寄せる朝倉軍を何度も撃退、国吉城と阿波や勝久、現在の福井県西部にあたる若狭の国ですが、戦国の頃は混乱の極地にあったようです。守護武田氏の衰退に伴って隣国朝倉氏の介入が強まり、国衆たちは朝倉に抵抗する者、そして味方する者に分かれていました。そんな中、若狭東部にあたる国吉城の城主阿波や勝久は、守護武田氏にも朝倉氏にも組みせず自立する道を選びます。ちょうど国吉城から山を隔てて敦賀があるため、朝倉義景は真っ先に勝久を葬ろうと兵を繰り出しました。永禄6年、1563年、義景の意を受けた敦賀軍事朝倉景光は数千の兵を率いて国吉城へ進軍します。一方勝久は近隣に陣触れを出して地侍たちを急合しました。そしてわずか600の兵で国吉城に立てこもるのです。城は大きくないものの、危機死に勝る要害でした。攻め口は極端に狭く、道は曲がりくねって大軍の通過を許しません。朝倉軍は城に取り付いて攻めかかるのですが、まず銃弾や矢の洗礼を浴びました。さらに上から大木や大石が降り注いできます。一向に城攻めが進まぬまま260人に及ぶ損害を出し、朝倉軍の攻撃は失敗に終わりました。朝倉氏とすれば国吉城がとにかく邪魔でした。ちょうど若狭へ入る関門にあたりますから、この国を手に入れるためには国吉城を落とすしか方法はありません。翌年には朝倉軍がまたしても来航します。今度は尾根筋から攻め込んできますが、城兵にとって死角となり、思うように反撃ができません。そこで勝久は鉄砲の名手を選んで木戸で待ち伏せさせました。朝倉軍は狭い尾根道を縦列で進んできますが、これが格好の的となります。逃げることもできないまま80人ほどが倒されてしまい、あっけなく敗走したのです。二度にわたって苦渋をなめた朝倉軍は、次に徹底的な殲滅戦を決意します。これまでにない大軍を繰り出し、阿波谷氏の息の根を止めようとしました。永禄8年、1565年、国吉城へ迫った朝倉の大軍は正急に攻めることをせず、じっくりと腰を落ち着けます。そして付近の村々を襲って収穫物を強奪したり、乱暴狼藉を働きました。この様子を見た勝久は、城にこもって自滅するより一気呵成に打って出ることを決意します。やがて雨風の強い夜半のこと、3体に分かれた阿波谷勢は音もなく城を出て敵陣へ迫り、敵の砦に火をかけました。これを合図に阿波谷勢が敵に襲いかかり、寝込みを襲われた朝倉軍は仰天して大混乱に陥ります。慌てて敗走するものの、その先には勝久の指示を受けた別動隊が待ち構えていました。
散々に打ち破られた朝倉軍は総崩れとなって逃げ帰り、打ち取られた首は170を数えたといいます。その後も国吉城は朝倉の攻勢を受けますが、その度に頑強な抵抗で跳ね返しました。やがて若狭へやってきた織田信長を迎えると、勝久はその与力として生き抜いたそうです。徳川の攻撃を二度までも退けた表裏卑怯の者、上田城と真田昌幸。武田氏譜代として名を馳せた真田昌幸ですが、武田滅亡後に織田、北条、上杉、徳川と主君をコロコロ変えたことから、表裏卑怯の者というありがたくない異名を取りました。強い者につくのが戦国の習いとはいえ、歴戦の正幸にとっても意地はあります。それが徳川との対決でした。最終的に徳川の傘下に属した真田家ですが、思わぬ無理難題を吹っかけられます。なんと徳川家康が北条氏との講和条件として真田領沼田の割譲を申し入れたからです。そんな要求を飲めるはずもない正幸は徳川と手を切り、越後の上杉氏を頼りました。ところが上杉景勝は越中への出兵で余裕がなく、正幸は独力で戦わねばなりません。そこへ徳川の討伐軍がやってくるのです。正幸は戦いに長けた戦術家だっただけでなく、敵の心理に通じた謀略家の顔も持っていました。二度にわたる上田城攻防戦において、その真価を発揮するのです。天正13年1585年、鳥居元忠や大久保忠与ら7000の徳川軍が上田城を目指します。一方真田勢はかき集めた2000ほど。正幸はなけなしの軍勢を上田城と砥石城に振り分けました。さて、城へ迫った徳川軍は総攻撃をかけ、一斉に本丸を目指します。一方真田勢は負けたふりを装って二の狂わまで敵を引き寄せました。勝ち誇って進んでいく徳川軍に対し、正幸は一つ目の手を打ちます。城下に火をかけると同時に、周辺の山々に潜ませた農民に登り旗を上げさせ、時の声を放たせたのです。徳川の将兵たちは包囲されたと思い込み、一旦退却して体勢を立て直そうとします。ところがそこには正幸の二つ目の罠が待っていました。進路上には食い違いに設置された千鳥崖の柵があり、思うように退却ができません。好機と見た正幸は城から兵を打って出させ、徳川軍を背後から襲いました。次々と味方が撃たれる中、ようやく危機を脱した徳川軍は川を渡ろうとしますが、そこにも罠が待っています。なんと正幸はあらかじめ千曲川をせき止めており、この機に乗じて放流させたのです。勢いを増す流れで徳川兵は流され、多くの者が溺死したといいます。さらに正幸は4つ目の手を繰り出しました。上田城の北にある砥石城は嫡男信幸が守っていましたが、信幸は城を撃って出て徳川軍の側面へ攻撃を仕掛けたのです。混乱の極地にあった徳川軍にとって、この戦いは悪夢でした。あの盛況を誇った三河武士たちが恐れおののき、悲鳴を上げながら逃げているのですから、どれだけ強い者でもひとたび弱気になれば破るのはたやすい。正幸はそんな風に考えていたのでしょう。戦術や作戦より敵の心理をどれだけ弱気にさせられるのか、それが勝負の鍵と踏んでいたはずです。こうした正幸の心理作戦は第二次上田城の戦いでも発揮されました。実戦の経験がない徳川秀忠に対し、のらりくらりと対応する一方で、彼のプライドと虚栄心を刺激したからです。大軍を要する秀忠は、降伏すれば命は助けようと勧告を行いますが、正幸は了承するふりをしてひたすら時間を稼ぎました。そして秀忠がしびれを切らす直前になって、約束を反故にし、やれるもんならやってみなさいと挑発したのです。
これに対して秀忠は前後の見境なく応じました。何としても上田城を落とすと意気込み、またしても無謀攻撃を繰り返すのです。結果的に無意な時間を過ごしてしまい、とうとう関ヶ原の本戦には間に合いませんでした。秀忠の心理をそこまで読み切っていたのかは不明ですが、いかにも正幸らしい老獪な戦いだと言えるでしょう。難攻不落の城で越後の竜を迎え撃った籠城戦、小田原城と北条氏康。かつて上杉謙信、武田信玄、豊臣秀吉といった天下の名将が小田原城を攻撃しました。兵力と資金力が圧倒的な秀吉によって屈服するのですが、決して力攻めによって落とされたわけではありません。小田原城はそれほど堅固な城でした。さて、北条氏三代氏康の頃、小田原城には総延長9キロに及ぶ総構えはまだありません。しかし初代伊勢総帥から続いた城の改修は氏康の時にある程度の完成を見ています。土塁や空堀などで構成された城でしたが、当時としても規格外の規模だったようです。また関東ローム層をもとにした粘土質の地質は、たとえ土であっても強い防御施設を築くのに十分でした。いわゆる高い土塁、鋭い角度の切り岸を作るのが可能だったのです。小田原城は当時から難攻不落を謳われていたそうですが、この献上に挑戦した武将がいます。それが越後の竜こと上杉謙信でした。関東を解放するべく大軍を率いた謙信のもとには多くの諸将が馳せ参じたといいます。関東幕中門という資料によれば、永禄4年1561年に集まった軍勢は10万に及んだとも。そんな大軍が向かってきたのですから、氏康としても慎重にならざるを得ません。決戦を避けて地対作戦を取り、なるべく時間稼ぎに徹します。なんせ北東から向かってくる謙信に対し、小田原城は関東の西端に位置しますから、とにかく疲労と補給困難を誘うしか手段はありません。氏康は主力を温存しつつ小田原城へ籠城したのです。さて、謙信は酒場川に陣をして作戦を立てますが、この小田原城の堅固ぶりを見て驚いたことでしょう。平地にありながら巨大な規模を誇り、そこに高度な防御施設が所狭しと備わっているのですから。この異様を目にした途端、謙信は気づいたことでしょう。この城を落とすのは無理だと。ましてや10万の味方がいるとはいえ、寄せ集めの軍勢に過ぎません。たとえ長期間包囲したとしても、沿線気分が広がり自壊してしまうのは明らかでしょう。それならば小田原城包囲を既成事実化し、あの氏康を城に押し込めたと宣伝した方がよほど効果的です。実際に小田原城で戦闘があったのかは不明ですが、謙信はわずか10日ほどで包囲を解き、鎌倉の鶴岡八幡宮で関東管領就任式を執り行いました。北条を圧倒した自分こそが関東の支配者にふさわしい、そうアピールする方が謙信にとって重要だったようです。しかし謙信は北条氏と雌雄を決することはできず、ついに関東支配の夢はついえてしまいました。楠木正成の再来と呼ばれ、最後まで城を守り抜いた若者、岡城と志賀親嗣。天正13年1585年11月、九州の覇権は島津氏が握ろうとしていました。一方、耳川の戦いで有力家臣を失った大友氏は社用の一途をたどり、抵抗する術を持ちません。島津義久は大軍を二手に分け、義弘を肥後から、さらに家久を日向から攻め込ませました。大友家臣の一部が寝返って島津軍を手引きしたことで、守るべき諸城は簡単に落城していきます。さらに家久は大友氏の本拠がある府内を目指していきました。一方、義弘が率いる軍勢は肥後から侵入し、
府内への救援を阻止するべく、豊後武田にあった岡城を包囲します。岡城を守っていたのは、まだ二十歳という若さながら武勇の誉れ高い志賀親次でした。親次はキリシタン武将で、ドン・パウロという洗礼名を名乗っていましたが、祖父親盛と父親則はずっとキリスト教に反発していたようです。なんと島津に内通した上で岡城攻めに参加していました。実の祖父と父を敵にした親次の思いは複雑だったことでしょう。さて、岡城をすっかり包囲した2万の島津軍は、新色忠元を先鋒として激しく攻め立てます。一方、岡城にこもるのはわずか1500ほどでした。とはいえ、城は標高325メートルにそびえる難攻不落の要塞で、あの工場の月のモデルになったほど。どれだけ猛攻にあっても、これを撃退し敵に大損害を与え続けます。親次のすごいところは作戦そのものにありました。あらかじめ岡城の周囲にある市場に兵を配置しておき、タイミングを見計らってはゲリラ戦法を繰り出したのです。例えば、田の春城を守ったのは親次の家臣朝倉一元ですが、敵に攻められると城に火をかけて敗走したふりをしました。すると島津方の坂瀬武前守がすかさず城を奪取し、これを我が物とします。しかしこれは一元の罠でした。城は燃えてしまって丸裸の状態ですから、隠れる場所もありません。岡城から応援を得た一元はあっという間に敵勢を打ち破り、たまらず坂瀬は敗走し、深田にはまったところを討ち取られたそうです。進出鬼没ぶりを発揮した志賀勢は、奇形、待ち伏せ、謀略を駆使して島津軍を悩ませ、肝心の岡城攻めはほとんど進展しません。さらに親次は忍びの者を放って義弘の本陣に放火し、かく乱戦法を展開しています。こうなると島津将兵たちの士気はどんどん下がっていく一方でした。この城は捨ておき、先を急ぐのだ。義弘はそう決断し、全軍に転進を命じました。こうして親次は岡城を守り抜き、義弘をして楠木正成の再来と言わしめるのです。さて、島津軍が去った後、親次は軍勢を率いて小牧城や鬼ヶ城などを次々に奪回、単独で反攻に転じました。そして豊臣軍が上陸してくると、秀吉はその戦功を大いに称えたといいます。味方が裏切り、主君が逃亡する中、たった一人で大軍を率いて戦った若者の勇姿はいつまでも語り継がれたそうです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。